観音寺は、福島県北方市にある、総当州の寺院。三号は大雲山。本尊は、釈迦如来座像。境内の観音堂に安置される、如意林観音は、合図33観音の、第八番札書、竹谷観音として知られるが、新編合図風土記には、合図33観音巡礼の位置なりという記述は、なく、近世以降に、第八番札書として、 大木の上安寺、下東田の大工寺と並び、北方市潮川町の三礼城の一つになったと推測される。妊婦が、この観音に祈れば、南山のわいなしとして参詣する者が多く、小安観音とも呼ばれ、親しまれている。竹屋観音堂天正元年を越後国より、飼本という僧侶が来て、はじめは、 竹山村北の山下に妙峰山名レンジを混流し、運慶が刻んだとされる、女意林、観音座像を安置する。寺地が狭くなったため慶安四4年に現在地に移り、寺名も大雲山観音寺に改められた。聖徳年間に再建されたが、明治38年旧暦3月9日、正午、主郎堂からの出荷により、本堂、栗、仁王堂、三門、書院、 大気数件が累勝する。現在の本堂は、昭和三十五年の根流である。木心正木木畜案、英子中高松宝木紀州横山富州、中高林山、正前骨牛修山王宝炎上寺路、前炎流霊春祖内中高大器、高志炎土名山鉄炎霊樹、炎内乱庭修炎地山春秋小山と下和井、秋竹前祖山玄道活丹仙梁こと吹遊泳、 金光随開学二偽山宗馬中高、達沖送神大運営ゆともに、政作年代不詳大雲山観音寺境内にある、不動明王立像、竹屋のお春観音という物語がある。公共交通機関車での参拝者で参拝する場合は、大雲山観音寺裏側の入り口より、駐車場が利用可能。付近の合図33観音札所観光スポット。 ありがとうございます。